みやびのそばにいるために。いってらっしゃい。かつてこんなに甘美な瞬間があっただろうか。つまり自然であり必然、デバガメ行為も完全犯罪。どうしたんだイム、完全犯罪とは何の話だ。いや、何でもないんだよ、気にしないで。まったく楽しそうだね。何の用だ。みやび、負けが続いてイライラしてるみたいじゃの。何だと。まあ待って、話は全員揃ってからじゃ。ばっちゃん、みんなを集めてどうするの。古けたお前たちにいいものを見せてやろうと思ってね。究極秘伝忍法異空投資。さあ空を見な。お腹の中の赤ちゃんみたいだね。赤ちゃんね。ちなみに空に映ってるもんじゃが、これで原寸じゃ。あれは妖魔だ。この巨大妖魔は今はまだ次元の狭間にいる。しかしいずれ間違いなくお前たちの世界に現れる。この状況知ってどう思う。あくまでこの世界に残って現実逃避を続けるかい。続けるわけないだろう。私たちは帰るよ。あんな妖魔放っておけないもん。そうだな、ここでアスカと戦っているよりよっぽど歯応えがありそうだ。いかん、ホムラちゃんはなんでいちいち私を引き合いに出すかな。それはその、なんだ、いいだろ別に。よくないよ。早く帰りたいのなら忍びの盆踊りを一番に勝ち抜けることじゃ。負けた連中は千年祭が終わるまでの間この場所に残って惨めな気分を味わってもらう。さて誰が妖魔と戦う権利を手にするかの。そうですね、では私たちも帰ることを目標に戦いましょう。まさか、みやび。
よしみんな、早速どこかへ攻め込もう。僕たちヘビジョが忍びの盆踊りに勝利して、さっさと元の世界に戻るんだ。そして妖魔を撃つ。おい、なんだその薄いリアクションは。リョーナちゃんはリョーマより陽気お姉ちゃんかな。は？帰りたくない。ここは天然の引きこもり空間、外界から隔絶されたパラダイス。紫、帰りたいんじゃないのか。お姉ちゃん、ごめんなさい。住めば都だったの。私は、みやび、まさかお母さんのことかい。感じるんだ、母さんの存在を。だからお母さんに会うまではここにいるって言いたいのかい。それじゃあお母さんと会えなければここに一生いるつもりかい。忍びの本分を忘れて。イムの言っていることは正しい、正しいことは分かっている。しかし、みんなしっかりしてくれよ。蛇女の誇りはどこに行っちゃったんだよ。こうなったら僕一人だけでもやってやる。まずは半蔵からだ。あ、イム、待て。みんな、私たちも追うぞ。今、悪の誇りを舞い掲げよう。
び転じ。守ってみせる。なんとか勝てた。そうだな。半蔵の櫓を壊したよ。これで僕たち蛇女が一歩リードだ。しっかりしろ。どんな事情があってもそれを断ち切って戦うのが忍びじゃないのか。そうだな、イムの言う通りだ。みんな忍びの盆踊りを頑張ろうじゃないか。みやびのバカ、そんなふぬけた顔をして言われても嬉しくないよ。ヒム、リョウビちゃん、リョウキお姉ちゃんのところ行かない？リョウビはいい。どうして？リョウビちゃん、リョウキお姉ちゃんと会ってから変だよ。どうしたの？覚えてる？姉さんと一緒に過ごした最後の晩のこと。お姉ちゃんが大事な任務でしばらく家に帰れないって言い出して。あんたは食べるだけ食べたらうとうと眠っちゃったから知らないと思うけど、食事の後料理は姉さんと喧嘩になっちゃって。喧嘩？おう、正確には喧嘩じゃない。
リョービが一方的に姉さんに絡んだの。その時つい言っちゃったんだ。どうしてそんなことを言っちゃったの？よくわかんない。頭が良くて性格も良くて綺麗でスタイルも抜群、そんな完璧な姉さんと自分を比べてイライラしていたのかも。そしたら次の日、姉さんはよ、あの時の言葉は謝って済むことじゃないわ。だって姉さんは、リョービちゃん、技をひらめいた。参ったね。早速蛇女にあぐらを壊されちまった。うん、特にイムちゃんの気合がすごかったよ。悔しいけど圧倒されちゃった。あたいたちもうかうかしてられないよ。さっさとこの世界から脱出して妖魔をぶっ飛ばしてやんないとね。うん、イカラがどうした？なんか気になることでもあるのか？ええ、サユリ様がこの世界に私たちを呼び寄せた真意について考えていたんです。ばっちゃんの真意？この世界に私たちを閉じ込めて忍びの盆踊りを通して忍び学生同士を戦わせる。なぜさゆり様はそんなことを？まだそんなこと気にしているのか？そんなの分かりきってるじゃねえか。あたいたちの中で誰が一番強いかを確かめたいのさ。それならそれで納得できるのですが、ではなぜこの世界にわざわざ？言われてみればそうだね。ホムラちゃんやユミちゃんと力比べするなら現実の世界でもできるし。本当にそうか。え？ギリギリの真剣勝負、勝った方が負けた方の命を取る、そんな戦いがあいつらとできるか。そうですね、私はユミさんの命を取ることはできないかもしれません。ヘバリもだよ。ハルカさんを殺すなんて考えられない。俺たちはあいつらと親しくなりすぎた。いい意味でも悪い意味でも。確かにな。ただあんな妖魔を見せられたら本気でやるしかない。俺たちの世界が壊されるのをこんなところで指をくわえて見ているわけにはいかないからな。私たちを真剣に戦わせて鍛えるための舞台、それが忍びの盆踊りであり、さゆり様の真意なのでしょうか？おそらくな。さゆりは俺たちから馴れ合いの空気を一掃したいのだろう。でもそれっておかしいと思う。どうして？それはホムラちゃんたちと戦えばわかるよ。お、アスカ、いい顔してるじゃないか。その気合あたいも乗ったぜ。行くぞみんな。あいつら相手に小難しい作戦はなしだ。正面から突っ込んで全力をぶつけようぜ。
カツラギ舞い忍ぶぜ。どっからでもかかってこい。からのカツラギと言ってきた。みなぎるぜ。百連戦突破からのほらよ、みなぎるぜ。ほら二百連戦突破。ほら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 からのこれでどうだ。ほらよ、ほら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 、上がり、どっからでもかかってこい。ほらよ、ほらほらよ、ほらよ、からのほらよ、からのこれでどうだ。体が今のが消えたぜ。からのほらくわえ、これでどうだ。行くぜ。調味転身。私たちの勝利だよ。やっぱ
強えな、お前たちは。いや、勝ったのはあんたらや。ほんまに強いのはそっちっちゅうことや。いやいや、そうじゃないんだって。お前たちが強いから、あたいたちは負けないように必死になる。それでいつも以上の力が出せるんだ。だいたいさ、日陰との戦いだって勝ったり負けたりじゃん。勝敗はその日の体調と運次第。今日は勝ったけど、明日は負けるかもしれない。だからあたいは何度でもお前と戦いたいんだ。なんだろ。いや、ええこと言うな思って。バカなこと言うなよ、照れるだろ。こうなったら仕方ない、照れ隠しにみんなのおっぱいを揉ませてもらうぜ。なんでそうなるんや。いいじゃんか、いいじゃんか。減るもんじゃないし、むしろ大きくなるかもしれないぜ。シシシ、いただきます。うわー、やめてください、カツラギさん。やれやれ、結局こうなるのか。でもセクハラはともかくとして、カツネの言っていることは正しいと思う。だって妖魔が攻めてくるんでしょ。それなのにこんなところで戦って代表を決めるなんておかしいよ。妖魔と戦うならホムラちゃんたち、ユミちゃんたち、ミヤビちゃんたち全員で協力して戦った方がいいと思う。私はそれを慣れ合いとは思わない。だって私たちは戦うごとに一緒に強くなっていく最強の友達だから。それにもし忍びとしての任務でホムラちゃんと命の取り合いをしなきゃならなくなったら、私はやるよ。忍びとしての覚悟はできてる。なるほど、覚悟の問題ということか。アスカは揺るぎがないな。さすがは俺たちのリーダーだ。そんな、私はリーダーなんて器じゃないよ。いや、お前のまっすぐな気持ちは俺たちの道しるべとなる。その思いをこれからもみんなにぶつけてくれ。うん、でもみんなだけじゃない、ばっちゃんにもぶつけてみるよ、私の気持ち。感じじゃないか。ホムラさん、どないしたんや。半蔵に櫓を壊されて落ち込んでいるんでしょ。ホムラちゃん、元気出してください。ほら、いかがですか。砂浜で拾ってきたものです。きっと美味しいですよ。ユミお姉ちゃん、何このグロテスクな生き物は。クニョクニョで目が飛び出してるよ。大丈夫です、ちゃんと火を通してありますから。Yeah.
じゃ。って止めてるし。ヨミ、いい肉だったぞ。うまかった。おさまつ様でした。一度負ければ二度勝てばいい。いつまでも落ち込んでいられるか。腹いっぱいになったところで一勝負だ。じゃあ半蔵のみんなにリベンジする。いや、負けてすぐにリベンジというのも芸がない。まずは蛇状の櫓を攻めてみるとしよう。蛇状のとこに行こうか。やあイムさん、戦いに来たで。お前は日陰。その他の連中もこんな時に攻められるとは。なんや、今都合が悪いんか。そんなことはない。僕たち誇りある蛇女はいつだって気力も体力も充実している。ここは引きこもり天国。私動きたくない。見るからにやる気ないよ。うるさい。僕はやる気。なるほどな。今はイムさん一人だけがやる気なんよね。日陰、お前には前々から言いたかったことがある。なんや、何でも聞いてくれてええよ。お前感情あるだろ。ないで。いや、絶対にある。今だって僕の。わしに感情はない。あんまりしつこいと。やっぱりあるじゃないか。今怒る。はは、確かにそう言うたわ。そやけどか。いやいやいや、今そうやったか。わしには感情がない。そんなことないで。イムさんはほんまに失礼な人やな。お前僕をからかってるな。ほら、アホなことばっかり言うてんと戦うで。すまんが、戦うときは本気やからな。
きやな。ハネ痛くはない。レイどうや、上げてみ。下まで、おい刻んだら、ハネガラオキやな。ほら、上げてみや。もらっとこう。ほら、ほら、どうや、どうや、もらっとこう。上げて仕留めたる。どうや、刻んだら、もらっとこう。進めか。グレンのごとく、もう一度。